さりげないやつ。二宮はさりげない。本当にさりげなくてつい見落としがちだが、今回はそこをじっくり振り返ろう。岡山県備前長船、日本刀皆さんに二宮が訪ねてみたその場所は備前焼き。備前焼きですか。備前焼き、これが面白そうだ。これ面白かった。しかし深夜の不審な訪問者に渋い顔のご主人。これはでもさりげなかったね。するとさりげない男二宮は、お、何々来た。お邪魔します。入ってしまった。しかし焼き物を作ってみたいというお願いには、あれちょっと甘いわ。すぐ来てちょっと作れるんだったら誰でも作るよ。取り付く島もないとはこのこと。するとまたまたさりげない男二宮は、うまいな。うちの子供でもこんなことないよな。高校息子が欲しかったというわけではないだろうけど、嬉しい備前焼き初体験となった。なんだかんだ言いながら九州脱出、そして日本刀と目標をきちんと達成している二宮はさりげないけれど大したやつだ。ズレる男、本人は至って真面目なのに。面白かったな。いつも少しずれてる男、大野。任侠の町広島では、おー、嵐連れてきました。お店のオーナーの矢沢ライブに店中がエキサイト。そして大野も一緒にエキサイト。まさに店全体が一体かと思ったら、やっぱりずれてた。さらに広島カープファンの店でもかっ飛ばす大野。しかし超がつく野球音痴のはずだが、今度は金持ちのテーマだぞ。やはり知らなかった。続いて、無理するな。そんなキャラクターのせいか、どこへ行ってもみんな大歓迎。ずれてる男大野は大人気者だった。固まりやす。嵐の切り込み隊長桜井翔は浮きな男。しかし時々彼は固まってしまう。鹿児島県山川町の海岸で見つけた砂のお風呂、砂蒸し温泉。誰もいないのをこれ幸いと深夜の入浴タイムとなったのだが、そこへ気配に気づいた管理人さんがやってきて、桜井が固まってしまったのだ。まずは焦る。説明をしていただけます。きちいなこれ。そして徐々に動きが止まり、何の撮影なの。見事に固まった。蛇いそうだな本当に。しかし島根県では深夜の無人島に乗り込み25年前の廃校を果敢に探検。しっかり切り込み隊長の面目役所となった。 SR ってさ、多分学校だな。これでもやっぱりなんだこれ。さらには当時の生徒さんが残した工作のお面も発見。現在は京都に住む持ち主さんにそのお面を届けると意気込む桜井だが、今度は固まるなよ。いよいよ岡山からだね。岡山から岡山と行くから真由美さんに届けるよ。大丈夫。心配、何を心配してるの一体。いやいや、番組の滑った感じが僕は嫌いだって言ってる。前の感じつまんないみたいなさ、イメージだよ。ちょっとデカすぎたら下手れだよ。ここまで言われて渡さなかったじゃ済まされない。どうなる、緊張のご対面。